名簿とは古代日本において自己の簡易生命を書き記した名札のこと。名乗りの二字を用いたことから二字という俗称も用いられた。元は今日の名簿と同様の一覧形式のものであったらしく、演技式大学領式に学生の名簿の作成と点検を義務付けた規定がある。その後、下級官人や地方豪族の指定が関東に着いたり、 上級貴族の家人となる際に、あらかじめ事故の生命、簡易、年月日などを記した名札を持参して使える、相手先である監視、主人に提出を行うようになり、こうした名札を名簿と呼んで従属の証とした。これを名簿法廷と呼ぶ。名簿の法廷を行うということは今日における、履歴書の提出というような意味合いよりも、事故の肉体、精神、 身分といったすべてのものを提出した相手に、捧げるという一種の呪術的な意味が存在しており、名簿の提出者を強く心理的に拘束した。主従関係を結ぶ際には、名簿法廷と主人への越権の儀である、建参の儀が一括して行われ、特に武士が主従関係を結ぶ際には、書くことのできない行事であった。だが、中世に入ると儀式は簡略化されて、 鎌倉幕府においては御家人が自分たちの名字を列挙した共名中心を将軍に提出することで名簿法廷の代わりとされ、一般の武士官では剣山の儀のみを行って名簿法廷を省くようになっていった。ありがとうございます。